皆さんこんこにちは森崎アリスです、はい突然ですけど皆さんにはコンプレックスとか悩みとかありますかありますよね。あの私すっごいあのもうこのね2016年がもう,もう幕を閉じるという時になんかいろいろね考えてみたんですよ。で今年いっぱいあのダイエット頑張ったなとか。 なんかいろんなねこう、まあ、野菜いっぱい食べたなとかねいろんな努力、まあ、とりあえずダイエットの努力を頑張ったなって思った年だったんですよでもやっぱりコンプレックスはなくならなくてなんかいろんなところが私コンプレックスなんですよ例えばまあ,あのダイエットしたらお腹の皮がね残っちゃったりとかあのなんていうのかな本当にあの 余余計な皮余分な皮皮分分が多分すごいこうとか私あんま伸びないって方なんですけど皮あんまり顔とかはなんて言うんだろうそんなにこうプクッと増してたけども結構の皮がねとりあえず伸びるあとこのなんていうのあのー、セルライト肉割れとかがすごく気になってたりとかしてで、あのー、普段やっぱそういうことって友達とか。 あのリアルに相談ででできなないいじゃないですかで私すごいいいアプリを教えていただいてそれから結構使ってるんですけどこちらに画面を出させていただいてるんですけどエルミーっていうアプリがあってこのアプリがちょっと開いてみますね。で私さっきあの名前とかの登録をしたところまであのもう一回やってるんですけど匿名でこれできるアプリなんですよ。 なんで普段私がつぶやいてること結局バレちゃうから、あのー、今違う携帯でこのエルミを入れてるんですけどこの「私が今無理やりです」ってこの「挨拶最初に挨拶をしてみましょうって出てるのでつぶやいてみたいと思いますまあこれは匿名なのでもう本当にあにみんなは名前全然言わなくていいですでちょっとつぶやいてみますはじめまして はじめまして森有です。できるんでですよねでじゃあ私ねちょっとコンプレックスの話に戻りますけど「変わっていったじゃないですかで今度パーツのね話になってきたりとかしてあのこの私口角がね下がってるのよ昔から。であのずっとお風呂でこうやって「ってやって笑って口角を上げようとしていた過去があって。 ずっとこうやっとて笑って口角上がなないかなみたいなでも結局顔面の筋肉がねこうピクピクしだしてこう無理だってなったことがあったんですよだから口角を上げるたためにはどうしたらいいですかっていう質問をちょっと今回はしたいなと思いますでそこでちょっとねなんか何うんだろうみんなからよりアドバイスが受けやすいこの機能があるんですけど タグもあるんですけどだから「口角とかね「口角であるでしょで追加であとあげるコツとかさあげるにはとかあげるにはとかまあ、コンプレックスですねコンプレックスコンプレックス出て,てきたの今コンプレックスとかねでここここですこの左今度下に カメラがあるんですすよこれをしますそしてあらかじめ私が撮っておいたこの口角が本当に下がってるあの時の、まあ、すごいアップ嫌なんだけどあの <laughs> 画像を載せます。で要はこの口角をどうこんぐらいねこんな感じにしたいんです普段でもこうちょっとちょっと上げたいっていう時にどういう風にしたらいいですかと。これで載せられるんですよ。ではじめまして森リです。 あと口,口角が少し下がっているのが悩みですどうしたら上がりますか盛り上がりですよね <laughs> やめましょう <laughs> なんかちょっと恥ずかしくなってきちゃった匿名で相談ができるっていうのがすごく素晴らしい ものなのでまあこのここの「口角で私って分かる人絶対いると思うんですけどしかも名前私 A.m でアリス森崎になってるんで分かるんですけどあのじめまして「口角が少し下がっているのが悩みです突然ですがにし,しとこう」したら上がりますかとかねでこれを。 全体公開とかフォロワーのみとか相互フォロワーとか自分のみとかにもできるんですってなんだけどもとりあえずとりあえずつぶやいてみたいと思います投稿持ち投稿アップロード中はいできました懐かしいこの感じでねこんな感じで口角がこういうふうに下がってますと嫌なんですよってね でここにあの多分返信とかが来るんですよいっぱいこう悩みとかについて返信が来るという寸法になっていますともう一つ皆さんにね知っておいていただきたいとこがあってねこの左上もう一回左上ねスケジュール管理っていうのがあるんですよで要は自分がいつ悩んでいていつ投稿したのかが分かるんですなので、まあ、例えば その悩みがね来週解決できたらあのー、あ私この日に悩んでたんだとかなんかこう分かるんですいつこう初めて投稿しましたとかねでこうまあ自分の悩んでいたことだったりまあほらいつね始めましたよっていうのが分かったりとか、あのー、コメントをいただいたりとかっていうのも分かるんですけど本当に自分が、あのー、悩んでいるところを 簡単に相談でできるんですよで匿名でやっぱり、まあ、私実はもう一個の,その携帯の方では本当お腹の皮どう治したらいいですかとかマッサージしたらいいですよとかそういうのが返ってきたりとかしてすごくなんかこう匿名で聞けるっていうのがすごくありがたくてでこれ Facebook で最初登録できるんですけど Facebook の友達にもバレないような。 形になっていていちゃんとした悩みとしてみんなに聞いてもらいたいっていうことでこのアプリを始めてみたんですけど本当にねみんな的確に答えてくれたりとかしてなんか本当なんて言うんだろうななんか私のことを知らないからこそこういうちょっとした写真とかねを載っけて載っけられてこれはこうした方が例えばねこのマッサージ今まだ回答まだ来てないですけど。 そうですねまだ来てないですけどあのここをマッサージした方がいいと思いますよとかあのみんな他のみんなにも書いたりとかしてるのを見てるのでいろいろ使えるアプリだと思います悩みを解決していくことでストレスって軽減していくのですごくこのアプリおすすめなので皆さんよかったら使ってみてください ということで、森谷でした。今日もご視聴ありがとうございました。登録ボタンはこちららへんに出しておきます。そして過去の動画はここらへんに出しておきます。次の動画でお会いしましょう。森りでした。バイバーイ。